手ぬぐいタオルを作らせて120年、老舗手ぬぐい問屋5代目が語るプロからのワンポイントアドバイス、これをですねしていきたいと思います。もうね、私も5代目なんでね、ほんとねもう長いんですね、歴史がうちの会社は。でそんな中でですね、やっぱり初めはですねタオルなんかなかったんですよ。もう明治時代なんでね、ただでもその頃は手ぬぐい、あるいは広幅の生地、これをですねなりわいとしとったんですけども、どん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 タオルなんかに変わってきてるっていうのが現状でした。ところがですね、ここ数年やっぱり手ぬぐいっていうのは見直されてきていますね。でそんな中でですね、やっぱり自分でもね、自分のデザインを自分で作ってですね、手ぬぐいにしたいって言われる方がたくさん出てきていますね。例えばですね、こういったものですね、これ顔料プリントですね、プリントであった手ぬぐい、あるいはこういった形で本染めで、作るようなものですね、これも私どもが作っています。こういったものをですね、自分たちの手で作りたいなということで言われることがあります。ただですね、どこまでこれをですねやるかというところなんですね。自分たちで肩を起こして、プリントまでしちゃおうっていう風な試みをされる方もおられますけども、実際ですね、すごく時間も手間も暇もかかります。でどうしたらいいかというところですけども、あとこれはですね、もう我々のようなところにですね聞いてもらうっていうのが一番手っ取り早いです。で、どこまでやるかというところは自分でデザインを起こすね、あもう紙に書いてでも結構なんですよ。自分でこうデザインを起こすまでをやって、で自分で自作をする、そのデザインが自分の自作やというところで、それで全然ありだと思うんですね。でそこで作ってもらうというのがやっぱり一番手っ取り早い方法だと思いますね。でもしですね、そういったことで新しいものを作りたい、自分独自のものを作りたいということがありましたら、まあ、下の説明にもあります。私どものサイトにアクセスしていただいてですね、問い合わせで、あるいは見積もり依頼のところのですね備考欄に、そういったね自分で作りたいんですけども、どのようにしたらいいですかとか、まあ、あるいはね、A4 の用紙の上に絵は描いたんですけども、これをどう、ね、具現化したいするんですけども、どうしたらいいですかとかね、そういった聞き方でも結構です。何でも聞いてください。私どもの、あの営業がすぐですね折り返し、メールなり電話なりで返事させていただきます、ね、ぜひお問い合わせしてみてください。よろしくお願いいたします。